地味な感じなんですけど、今日これから動物園に行こうと思ってます。ボストンの動物園ってさ、いくつかあるんですけどって言って2つしかないのかな。そう、うちの近所のストンハムとここと行ったことがないので、一体どんな動物がいるんでしょう。でも日本みたいじゃないからねそう、メジャーな動物は、そう、メジャーな動物も遠くにいるかもしれないし、上野動物園とか。だけどあなたが好きな動物が知っています。実はここにちょっと今日期待してる動物がいるんです。さて何でしょう。チケットはあらかじめインターネットで買えます。でこれと一応こんな、なんかすごい広いね、なんか広い公園みたい。これ誰かに似てますねうちの息子にそっくりなアライグマ、フランクリンパーク。まずあなたの目お目当て行った方がいいんじゃない。行きましょうかね、この辺ですね。書いてあるよ、うん、フランクリンファームに行かないとなんだね。やっぱりあれだね、アメリカの、やっぱりアメリカの動物園だよ。遠いの遠いの、目の前にいないんだよ動物が。まずこちら行ってみましょうかね。まずファーム、ネイチャーネイバーフット、ネイバーフットの近所っていうのがなんかいるのかな。こんにちは。あ、かわいいこれはいいね、この見方は綺麗だね。後ろ向いてさ、かわいい、これシカちゃんだ。子供、あれサーパンダいたから食べてるから。かわいいな。一匹ずつしかいないのかな。少ないな。夢中で食べてますねパンダだからやっぱりお笹を食べてます。むしゃむしゃむしゃ、もぐもぐタイム。ここにね書いてあるんだけども見えないのよ。これがねアメリカの動物園のありありみたいなところがあるので、お隣さんちょっと行ってみたい。なんだろうな、行ってみましょう。クレーン、クレーン、あー、鶴とグース。普通の池にいる。ここにいるよ、ほら。鶴。本当だ。鶴さん。鶴さん綺麗ね。近くでね見れるの。なんかモデルさんみたいな歩きだね。素敵。なんか足でキープいってるんだよ。言っちゃ悪いけどね。この手の鳥たちはうちの近所にもいますね。カムちゃんの子供ちゃんだね、かわいいね。起き上がかと思ったらすごいカラフルだ。すごいね、クジャク。あるこれ、クジャクじゃないかな。すごいすごいすごい。あら、こんなのがいるってこと。いるのかな。こういうのが出没するってことだよ。動物は何もいないんだけどね。でもここに住んでるっていうことだね。そうそうだ、ここに出てくるってことだ。全然あれじゃない、ほら、あれじゃない、私の好きなドンキー。あっちめっちゃ近い、親子だ。かちだかわ。色味可愛いね。ね。あのほら、メディタラリアンだからこれあれに近いんじゃない？本当だね、エジプトの。近いんじゃない？うん。エジプトにいるドンキーとかに近いと思いますね。エジプトでね、みんなすごい働いてて可愛かったんだよね。可愛い。これエジプトのに似てるんじゃない？やっぱメディタラリアンだから。遠慮気味。遠慮がち。かわいい。かわいい。じーっとしててさ、おとなしいのよ。
talking about the donkey? Yeah, absolutely. So look at a character. They're super smart. They're really friendly. Yeah, they're super smart. すごい賢いんだって。Yeah. Yeah. 隣のあのコウマに比べたらさ、こうチアフルでわーとか言うんじゃなくて、いつもおとなしいんだけど、ものすごく賢いんだって。すごい。Hello, donkey. Hello. Hello, donkey.お二人親子なんだって。向こうがペイズリーちゃん、こっちがエレナちゃん。お母さん来た。お母さんだって。お母さんとあんまり大きさが変わらないのね。かわいいね、このね。ちっちゃいね。こんにちは。今こう、ドンキ何してるんだ。お姉さんもすっごい優しく優しくね。まさかお母さんと娘だったとは。無理やりにさ連れてかれるんですよね。優しく優しく。お母さんの目がやっぱ娘を見る目だね。娘を見てるんだね。行きたくないんだ。行こうって言ったら行かないの。意外とかん。They eat in the grass, right? Yes. Yeah, yeah. No meat. No meat. Yeah, no meat. No meat. お母さんが8歳から9歳で、娘さんのエレノアちゃんが4歳から5歳なので、うわ、来た来た。やっぱりね、お母さんが娘が見えました。歩いてる歩いてる。スローリー、ゆっくりゆっくり。ちゃんとね、毛並みをきれいにしてあげてる。気持ちいいからじっとしています。お母さんの方かな。ちょっとお家帰ります。家の中でね、夜はふっくらした布の中で寝るらしいよ、ベッドで。シャイなの。シャイなんだよね、遠慮がちなのね。それでちょっと小汚いところがいいよ。今のより大きいドンキーだ。これ大きいね、この隠れてる。すごい、なんか葉っぱがこう。このドンキー大きいね。大きいドンキーだね。耳がさ、でかい耳。ねえ、ロマ君はさ、もうあの背中に物乗っけたり、ここで引っ張ってさ、馬車屋になったりさ、もういろんなもの運んだりね。特に農家で、サッカラのあのピラミッドの近くではもういっぱい働いてましたね。この方がよく見えますね。そう、今のはこれだ。そう、ホイットドンキー。フレンチって書いてあったね。そう。お隣が綺麗な毛並みの馬ですね。同じ草食べてるね。あ、本当だ。蜂の外行けば。おがくずが引いてあるね。草が横に置いて。うん。ブーちゃん。かわいいね、ブーちゃん。それはもう小豚ではないんだよね。取ってます。かわいいね、ブーちゃん。いっぱいむしゃむしゃとね、草を食べてますね。健康的だね。もしかして最初ですけど、ベジタリアンかもしれない。あ、本当だ。めっちゃかわいい。ちっちゃい赤ちゃん。ちっちゃい。赤ちゃん耳がないって感じ。ファームハウスカフェを覗いてみましょうか。コーヒーあるかな。コーヒーどうか。何があるかちょっと。
大したものがないと思いますが、食べ物って言うとハンバーガーとかさ、チーズサンドイッチとか、まあそうでしょうね、ケータリング。普通のオレンジジュースとか、子供が飲むような。アップルジュース、アイスクリーム、スポンジボブ。これも4ドル、うん、両方で8ドル、うん、のどかで今日はねウィークデーだから混んでないんだよね、多分週末もっと混むと思う、あ多分ね、多分ね、あとここそこのよりもさアバウトだね、あそこのが可愛いじゃん、キリンが見えた、あよかったよかった、キリンだキリン、ディズニーワールドのさフロリダのアニマルキングダムに泊まった時にさ、庭からこうキリンがいてさ食べたんだけど、あれはそこで飼ってんだよね、ここも動物園だからね、餌もらってる、あかわいい、あっちにちっちゃい子がいる、家族でいるんだ、いいね、子供の遊び場も充実してますね、ちょっとカバは可愛いかな、アメリカのにしては、アメリカの、あこの子可愛いじゃん、この子可愛い、いくら、でも今更私がこれを持ってたからっておかしいよね、わ29ドル99、30ドル、わ4500円もするんだ、ちょっと高いですね、高い、わこれキリン見て、キリン69ドル99セントってさめっちゃ高いこういうさあのミニチュアのアニマルあるじゃない、動物たち、こういうのさあの子供の時集めなくちゃいけなくて、なぜならなんか宿題でその、ね、こういう動物をこうなんか自分が作った庭みたいなところに、入れたりとか、そういう宿題があったのね、いるはずなんだけど、あいたいたいた、あそこにほら座ってる、やっほー、はーい、ハッピーカンガルー、カンガルー、カンガルーじっとしてる、こっち見て、はーい、はーゆー、この中に鳥が飛び回ってますね、ここはゴリラのセクションです、こっちにトロピカルフォレストって書いてありますね、ゴリちゃんいるのかな、ここからは見えないですね、この子供用のさ乗り物がさなんか妙に浮いてるよね、可愛いけど、トロピカルフォレストって言います、ゴリラ、あいたいたいた、あそこの角に、まあ、やっぱりね自然な形で見せてるよね、アメリカなんかまねっこしてる、かわいい、かしこみからね、ゴリラちゃん、そめみ、ダディ、マミー、ケッ、ダディ、I don't know ね、ミルクサイク、ね、見たところね、お父さん、お母さん、子供みたいな感じなんだけどね、家族も読み慣れてめちゃくちゃ可愛いなんかさ、本当にあの人間の子供みたいだよね、お指吸ってるっていうかさ、可愛いな、すごいマッソだね。
そう、もういつもさ木の上を飛んだりしてるからさ、体の筋肉がさすごいね。でもちゃんとほらね、お父さんニヒル、でも子供の頭ちゃんとなぜしたいの。そう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 、本当だね、腕組みしてる。おじさんっていうか、あ、行きましょうみたいな、手をあれして行きましょうって。かわいいな。やっぱりほらお父さんとお母さんか分かんないけど、子供もさ、パパ待ってよ、ちょっと待って、あ、ちょっと寄り道してきます。はーい、動えないね。チラッチラッと見た今。私の方チラッと見た。あ、でも子供が行ったから、お父さんほら、あー、やっぱりね、子供があっち行ったからもう外がいい。機敏そうだね。助け合ってお世話し合って背中かけないから、お互いに書いてあげてるよね。まだまだ続きます。カミングスいませんか。テンポラリーレパード、カミングスいますか。わあ、ここすごいな。寝てる。ピグミーヒポポタマス。あ、ちっちゃい。あー、カバが寝てます。お昼寝中。シヤシヤシヤ。もう。ね。わかんない。なんか動いてるんだけど、ま、あの夜行性だから。あ、見えた見えた。夜行性だから。見えた見えた。ほら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 。あ、本当だ。トークってなんていうの。なんだろうね、日本語ってなんでしょうか。もうなんか文字ってさ、なんかもうあのこの中にやっぱりこうなんかね、敵にさ見破られないようにさ、あ、全然わかんなかった、トークからみたいなね。で、見れました。アフリカの動物、鼻水対策かけてるんじゃないだろう。鼻がすごいよく動くね。あ、タピアってバクでした。夢を食べるというバクちゃんでした。デブラザモンキー、お風呂に入ってさ、なんかタオルをさ頭に巻いてるみたいな雰囲気なんだよね。いい湯だなっていう感じなんだけど、自分の尻尾をねちゃんとしっかり手で押さえてるね。何ですかこれは。写真撮らせてもらおう。ここで写真撮ってみました。後で後でお楽しみに、メールに来るんだって。これはシルクロードとか中央アジアのやつ。もうね、真っ黒でね、影になってるからね、木の何が何だか分かんない感じ。新潟だね。だんだんみんな動物たちがさ、お家に帰る時間になってきましたね。Most of the time he's sleeping today. 一日中寝てるらしい。Is he the only guy? He is. He's our only lion. He used to have a brother, but he is very old. He's 15.
His brother was also 14 when he passed. Oh, so he just passed away of old age. Oh. But now it's just him. And he's very happy on his own, as you can see. 15歳だからさ、かなりお年だよね。でも可愛いね。もうそろそろね、エンディングに近づいてきますね。これカラハリキングダムって言うの。カラハリ砂漠のセクションらしい。アフリカのライオンの家です。これ写真も撮れるよね。面白いね、ほら。サファリになんか見るみたいな。こんな感じで。面白いね。これライオンがこれ前に来る。ああ、でも来ないよね。もう寝てんだもん、あそこで。レンジローバーでしょ、昔古い。ああ、本当だね。レンジローバー。これでなんかさっきさ、こうやったらなんかいい写真撮れる。日本にないタイプのディスプレイですね。ね、目の前のお湯の中に虎がいたりとかさ、そういうあの日本の動物園なんだね。自然をやっぱ優先してるから、逆に動物が見えないのね。あ、この子もおとなしくじっとしています。このね、ゼブラ あの背中のデザインが綺麗ですね。See you next time!